丁寧に練習していってください。で、今日お話ししていこうと思うテーマは、私たちの人生においてとても大切なもの、私たちの人生を豊かにしてくれる要素についてね、一つお話をしておきましょう。皆さんにちょっと質問ね。年を重ねるたびに豊かになっていくものってなんだそしてその豊かにしてくれるものは誰にも奪うことができない。なんだろう誰にも奪われなくて、かつ年を取れば取るほど私たちの中に豊かに育っていく。なんだろう、なんか自分の中に少しイメージ湧きますか？いろんな答えがあると思うんですけど、私はその一つの要素を経験だと思ってます、経験ね。これは年を重ねるたびに経験って豊かになっていくじゃないですか。で、私たちが経験したことって誰にも奪われないでしょ。人の経験って奪うことできないですよね。人の知識とか人の技術は盗んだりすることできるかも、参考にすることはできるかも。でもその人が時間かけて経験してきたことは誰にも奪えないですよね。で、この経験というものが私はすごく尊いなと思ってるんですけど、ヨガではよく 1% の知識と 99% の実践って言います。要はね、一つの知識に対してそれを99倍確かめなさいっていう教えです。で、一つの教えを99倍確かめるって結構大変ですよね。要は太陽礼拝を一つ習ったとしたら、それを99回以上確かめて、タオレハってどうなってた、どうなってる、こうなってんのかなって確かめていく。あるいは呼吸っていうものを一つ学んだら、その99倍練習をして確かめていくっていうことをやりなさいってヨガでは言います。だからヨガって単純な知識とかテクニックじゃなくって、この実践っていうものをすごく重視しているんですね。で、これを私がすごく感じたことというか経験したことがあったので、私の少し過去の話ね交えながら今日は皆さんにお話ししようと思うんだけれども、私がこうヨガを教えようと思ってね、インドにヨガの勉強しに行きました。で、帰国して岩手に引っ越してきて、で、岩手でねこうヨガをシェアし始めたんだけれども、一クラス一クラス、何十回何百回1年2年っていう風に教えていった時に、なんとなく私はね、どんどん自分が疲弊していく感じがあったんです。要は自分が持っているものを皆さんにこう分け与えるじゃない、こうだよこうだよこういうものだって分け与えて、当時の私はね、分け与えたら減るって思ってたんですよ。わかる？あげたら減っちゃう、あげたら減っちゃう、だからあげ続けたら私はどんどん減っていって、いつか私がいなくなっちゃうって思ってたんですよね。で、すごくそれが辛い時期がありました。要は自分がこうどんどん空っぽになっていくような、クラスをすればするほどなくなっちゃうような感じがあってね。で、これじゃいかんなと思って、で、2回目のインドの勉強しに行ったんですよ。で、その時にもちろん新しい勉強知識があったし、新しい経験とかテクニックを学んできたんだけれども、でもまたチャージされたけど、また帰国したら減っちゃうんじゃないか、クラスをやればやるほど私は空っぽになっていくんじゃないかっていう恐怖感がずっとありました。で、その恐怖の、解決法がわからないまま、2回目のインドのコースの最終日を迎えて、で、そのコースはいつも呼吸法と瞑想するんだけど、で、朝ね瞑想してたわけ。そしたらふとね、なんか今まで自分がやってきたことみたいのが頭の中でわーってこう走馬灯のように走って、あ、こんなことあったなとか、こんなこと苦しんだなとか、こんなこと嬉しかったなみたいのがわーって頭の中によぎって、で、あれって気づいたわけ。あれ、私減ってない、何もと思って、あれ、私が今までこうやって皆さんとクラスシェアしてきたこと、これは減ってる作業じゃなくて、むしろ私を豊かにしてくれてる経験じゃんって気がついたんですよ。要は私は皆さんと一緒にクラスをやればやるほど、私にはクラスを皆さんとシェアするって経験がチャージされて、皆さんも練習するっていう経験がチャージされて、私何も減ってなかったって気がついたんです。
で、この何回も何十回も何百回も皆さんとシェアしたこの時間っていうのは誰にも奪うことができないし、あと私の経験も豊かになっていく。で、皆さんもどんどん実践が増えていく。めちゃくちゃ素晴らしい相乗効果、相乗効果って言ったらいいか分かんないけど、素晴らしいスパイラルだなって気がついたら、もうすっごく嬉しくて涙がバーって出て、でもう私はその時すごく満たされてたんですね。ああ、私は何もなくしてなかった、このままでよかったんだって、こうやって皆さんと私は成長し合えるんだって思ったら、すっごく嬉しくなってものすごく安心したんです。で、何を言いたいかっていうと、最初の話ね、 1% の知識と 99% の実践、確かめるっていう作業とか一つ一つのことを実践していくって、遠回りに思うじゃない。今は便利な世界だし、調べればちょっとググれば知識なんてすぐ手に入ります。テクニックも YouTube とか見ればいくらでも手に入りますよ。いろんなものが手に入りやすくなってる分、さっきも言いました、たった一つ手に入らないもの、自分でやるしかないことって経験なんですね。で、その経験っていうのはさっきも言ったように誰にも奪うことができないから尊いんです。なので皆さんも人生を歩んでいくときにね、経験っていうものを積んでほしいと思います。で、それは単純に毎朝歯磨いてるとか毎朝卵焼き作ってるとかそういうことじゃなくて、一つ一つ確かめる作業、試行錯誤する作業です。100人が100人そうだって言ったとしても、自分がそうなのかなって思ったら、お前バカかとか、こんなの当たり前だろって言われても確かめていいんですよ。だってなんか私よくわからないからちょっとやってみたいなとか、そしたら体と心と五感を使って確かめていいんです。それがやっぱりそうだっただとしても、なんかやっぱり自分としてはそうじゃなかったって思ったとしても、自分が確かめるっていう経験をしたことによって、苦しんでも喜びであっても私たちを豊かにしてくれます。苦しんだ経験は私たちを強くするし、喜んだ経験っていうのは私たちを豊かにしてくれる。だから経験をして失敗したとしても、成功したとしても、やっぱりそうだった、やっぱり違っただとしても、私たちにとって経験っていうのはかけがえのないものになるし、それは誰にも奪うことができない。なので経験をする、自分の体、心、五感をフル稼働して、それを自分の言葉で伝えたり、自分の表現としてね、周りに伝えていったら、私たちってすごくこう豊かになるんじゃないかなと思います。年を取って経験を積んでない人ってちょっと悲しいよね。なんか知識とか、自分のなんていうのステータスとか、なんかこういう人間関係があってねとか、そういうものって一瞬で崩れる可能性ありますよね。さっきも言ったように知識なんて誰でも手に入る、人間関係だってそう、一瞬で崩れることだってあるじゃない。地位や名誉だってね、一瞬で崩れ落ちることもある。そうやって生きてるうちにいろんなものなくなっちゃったりすることもあるんだけど、でも経験だけは誰にも奪うことができないし、自分が無一文になったとしてもその経験は必ず私たちを支えてくれるものです。なので皆さんも確かめるように生きてほしいんですよね。ヨガもそう、あれ呼吸ってどうやってするんだっけとか、あれ私の手ってどんな風に動くんだっけとか、あれ私の心ってこんな風に今考えてるなとか、当たり前のことかもしれないけど、でも確かめながらやることによって経験っていうものが深く深く積まれていくと思うんですね。なので、単にやり続けるってことじゃなくて、試行錯誤したり確かめるっていうことをやってみてほしいんです。全部を疑ってかかる必要はないけど、でも自分の中で何かね、少し探求しておきたいとか、なんか納得いかないっていうことがあったら、納得いくまで自分でね、手足使って五感使って、心を総動員してね、体験してみたらいいんだと思います。そうすればね、年を重ねていても自分なりの経験してる人は自分の言葉で語ってくれるし、自分の経験をもとにね、いろんなアドバイスくれるじゃない。そういう人っていいよね。なんか昔で言ったら長老みたいな話かもしれないんだけど、長老って知識がすごい人じゃないでしょ。きっとものすごく経験をしている人で、苦しみも喜びもいろんなことを味わってきたからこそのアドバイスをくれる人なんじゃない。そういう人ってきっと年取っても重宝されるだろうし、やっぱりあの人の言葉もらいに行こうとか、あの人にアドバイス聞きたいなって思われると思うんですよ。なので自分が今大事にしているもの、いろいろあると思うんだけれども、さっきも言いました、
何か全てがなくなったとしても私たちはなくならないものをちゃんと持ってる、それが私は経験だと思ってるので、確かめるようにね、一つ一つ自分の体、心、五感を総動員していっぱいいろんな経験を積んでみてください。ちょっと話が大きくなったけど大丈夫ですか？うん、ヨガの練習はまさに自分自身を経験し直しているんですよ。手の指、あ、こんな風に力入るなとか、呼吸どうなってんだっけ、心どうなってるんだっけ。今日もすごく単純ですごく超アナログだけど、この自分自身をいっぱい経験し直してみてください、うん、そして自分なりの経験を通してね、自分の言葉でいろんな人にね、自分の感じていることを表現していってもらえたら嬉しいなと思います。なんか話伝わりました？大丈夫？大丈夫？はい、皆さんはもうすごく私からしたらありがたい存在だし、皆さんがいるからこそ私も成長させてもらってます。そして皆さんも、うん、この場を通してね、あ、ヨガしてよかったな、自分のことをいっぱい見つけることができたなって思ってもらえたら嬉しいです。大丈夫ですか？はい、じゃあ今日も体、心、五感総動員して自分自身いっぱい探求していきましょう。じゃあ最初に、軸作り、そして呼吸を整える練習からいきます。ブランケットの上に引き続き座って